これがサミーに愛された女の結末。私こそが新世界の神。そう、私にもギアスがある。ランちゃんが急に何か言い出したのだ。今回は動画を撮るつもりではなかったみたいなので縦画面なのだけど、ランちゃんがどうしても動画にしてくれというのでアップすることにしたのだ。スマスロギアスで約3200マイケルほど出して完走した直後からの動画になるのだ。簡単に言うとただのドヤ動画なのだ。では続きを見てほしいのだ。手に汗なのだ。このアラムの門徒はエンディング到達、エティ20セット継続、エティ終了の一部で突入するのだ。マイゲーム全役でフリーズ抽選をしてるのだ。フリーズさせることができればギアスラスト突入になるのだ。期待度は 64% なのだ。フリーズできなくても普通の AT には入るのだ。降りをするのだ。ダメだったのだ。難しいのだ。下手なのだ。これでギアスラス確定なのだ。しばらくフリーズの映像を楽しむのだ。フリーズを見てると復活のルルーシュも見たくなってきたのだ。心をくすぐるアニメなのだ。セブンフラッシュからの中段チェリー、美しいのだ。このスイカは内部ストックだと思うのだ。もちろんギアスラッシュは最強上乗せ特化ゾーンなのだ。15ゲームの ST 管理なのだ。マイゲームナイトメアバトルのゲーム数を上場せるのだ。ナイトメアバトルとはものすごく簡単に説明すると、北斗転生の真剣勝負の勝負玉のことなのだ。
揃うと V ストックを獲得してさらに ST がリセットされるのだ。要するに C2 を揃えまくればいいのだ。強い要望なのでノーカットでお届けするのだ。これを見てたらギアスラッシュに突入させたらやれそうな気になってくるのだ。そろそろ終わりそうなのだ。映像が途切れたけどラストで揃ったのだ。
V ストック13個、ナイトメアバトル36ゲームだったのだ。ほぼほぼ感想は間違いないと思うのだ。ギアスらし楽しそうなので僕もやってみたいのだ。お疲れ様です。お久しぶりです。ペカです。なんです。おい。はい、ってことでね、ちょっとたまたまギアスをちゃんと触ってなかったんで動画も回してなかったんですけど、最初投資が2万使って2万使い切ったあたりで AT 入ったんですけど、ボーナスがねやたらハマったかな。確かね、ボーナー4回後ぐらいに AT 入ったと思う。確か。でね、なんかわかんないけど、あの女の30ループのとこから、なんか昔のガウェインみたいな、なんか特化みたいなの入って、そこで V と、あのバトルピースを、なんか気づいたらたくさん乗せて、なんかエンディング行っちゃって、の貫いちゃって、ギアスラッシュ引いちゃって、のって感じです。いやー、打ったって思うんですけど、いや、きつい。あれ、普通にエンディング位置のそもそもきついかも。結構1000枚出すのきついかな。うち多分もう打たないと思います。今日で最後だと思います。コードギアス。っていうぐらい、ちょっと1000枚出すのもきついし、まあそのなんかちょっと特化ゾーン的なの入れても伸びない場合もある。結局なんか30ゲームのそのあの女のやつ、ループのやつ取ってもあれ継続しないと意味ないし、そこでいかにそのなんかそのガワイン的な特化入れて、でさらに V ストックをいっぱい貯めるかで勝負が決まるんで、いやーちょっときついかな。はい。でギアスラッシュは V ストック13個乗ったのかな。でそれ消化した後もね、なんかたびたび V がめっちゃ揃って、2回目のエンディング2000枚弱だったんですけど、その時でまだ V ストック14ぐらいストックあったんだけど、それが消滅するのは泣けるよね。まあでもちょっと打てないかな。ちょっと怖い。たまたま出た感がすごくて、トリガー引いたって感じで、貫いちゃったってだけなんでね、ちょっとギアスは、初代のファンでね、1万5000枚出したことがあるんですけど、1万5000枚は今のこの台では出せる気が知れないというのが事実であります。はい。そんなことでね、私が、直に期待しているのは、ダイトさんのスマスロオス番長4です。はい。ついに出ます、今年。それぐらいですかね。今年の信頼で楽しみなのは、あ、ギアスはめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけどね、ちょっときついっていうのが実際問題ありすぎてぬぬぬって感じです。あ、そんなこんなでね、今回ちょっと簡単な動画になるんですけど、まあこんな感じでしたっていうことです。ではまた会える日まで。髪切りました。